こんにちは。体の平田十万円勝負です。今日は2023年の10月7日を1時間40分ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の平田コインの値段は 38.73 ということで、また40円からね、ちょっと遠ざかってしまいましたね。はい、これ15分足で見ると大きく下がってきてる感じです。はい、1時間で見てもそうでしたね。はい、7日はここからなので、こう上がってね、午前中は調子よくて40いくかなっていうところだったんですけど、こう落ちてくるということですね。はい、日足ではちょっとね、こう上がって、まあ、一服っていうぐらいでしたから、ここまで落ちてこなくてね、よかったっていうことなので、ここで少し揉んでからね、さあどうなるかというところですかね。はい、ではツイッター見ていきます。はい、今日はちょっとこれを話させてもらいますね。オルハンドさん、10月27日、東京行き決定です。バクダさん、ユータさん、ミートアップではよろしくお願いしますと言ってくれてます。で、ビビさんも反応してくれてるんですけど、ブロックチェーンエクスポの、こちら、ホームページになってますね。はい、で、25日から27日ということで、はい、幕張メッセで、まあ、いろいろ AI とかね、そういうのも周りでやってるんですけど、ちょっとどんな感じになるか、まあ、いつも通りとは、ああいうものの規模とかね、刻々と変わってる感じもするので、ちょっと行ってみてのお楽しみと。で、今回ブースはね、ちょっと小さめにしましたのでね、ちょっと、ご承知を聞いていただければと思います。はい、で、ミートアップって言ってくれてたのはこっちですね。ブロックチェーンエキスポ最終日、27日の夜に新宿でのミートアップを企画しました。Web3 に興味のある多くの方に賛同いただきますと幸いです。ということで、こちら。はい、この案内、ゆうたさんが書いてくれたんですけど、東京新宿ミートアップエキスポのアフターパーティーという位置づけで、ここのラウンジゴックスっていうね、新宿のよくある、クリプト用のお店って、なんだろう、クリプトの、なんだろう、ミーティングやったり、勉強会やったり、場合によって飲み会やったりというような場所って結構最近多いですよね。まあ、それの一つです。新宿の、西武新宿とかに近いんですけど、そこでやろうと思ってますので、ぜひちょっと来ていただければと思います。はい、で、ちょっとね、まあ、場所もある、まあ、いいとこだし、なんだろう。飲み物もね、好み出しますので、ちょっと1000円だけいただくことにしてます。よろしくお願いします。で、スポンサーを募集してます。ちょっとね、何か喋ったりと、宣伝したりという感じで使ってもらえればなというふうに思ってます。はい、で、お店はこんな感じですね。まあ、100人だとちょっとね、多すぎちゃうのかもしれませんけど、まあ、みんなで、ワイワイ、やりながら、いろいろ話せるといいなというふうに思います。で、申し込みはすみませんけど、ここの Google フォームをね、ちょっと開いていただくと、このように出てきますので、ちょっとこちらにね、まあ、最大多いと8個ぐらいかな、ちょっと質問があるんですけど、早い方は2つか3つで終わります。はい、ということで、よろしくお願いします。はい、ビットタイムズから体のスポット、日本語対応など複数のアップデートということで、こちらリンクを貼ってないんですけどね、はい。でも、体のこの、なんていうんですかな、サイトっていうか、こういうのをこう拾ってくれるなんて珍しいなと思いますけどね。はい、そしてもう一個、自動損益計算のクリプタクトが体のプールツールに対応ということですね。はい、これちょっと、これもあまり細かいところ、リンクとかないですけど、はい、使いやすくなるのかな。クリプタクト使ってる人はね、いいのかもしれないですね。はい、日の丸さん、イーサリアムがまたフォークするんだって、カルダナの POS に似たコンセンサスアルゴリズムに変更とのこと。ビタリックはカルダナの POS、リキッドステーキングに似たコンセンサスメカニズムを変更するために、イーサリアムを再びフォークする計画を立てていると発表しました。カルダナは開発において何年も先を行っており、競合他社が私たちが提供するものと競合できないことを再び証明しましたということですけど、はい、今のプールホブステークでもダメということなんですかね。はい、出川組さん、チャールズ・ホスキンソン氏、お好み焼き動画の概要。そして、下の方には、こちらも体の創始者、重要なハイドラアップデートを共有、情報の誤りを訂正ということで、チャールさんが2つ、最近出した動画の、ね、説明が出てます。こっちの方は、ちょっと、ね、ハイドラの方がすごい動画長いんですけど、はい、私もね、全部まだ見てないので、これから見たいと思ってます。
スポさんが簡潔にまとめてくれているので、ちょっと読んでいきたいと思います。動画、オン・ハイドラ・スケーリングの要約翻訳。体の創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏は、自身の動画、オン・ハイドラ・スケーリングを公開し、体のレイヤー2スケーリングソリューションであるハイドラに関する誤解や批判について言及しています。ホスキンソン氏のハイドラの目的は、単にスループット、1秒あたりのトランザクション数を最大化することだけではなく、バッチ処理、投票、イベント、思考プログラミングなどの高度なアプリケーションを可能にする効率的なオンチェン・オフチェンの移行を提供することを強調しています。ホスキンソン氏は2020年のブログ記事を引用し、理論的には体のネットワークが高い TPS を実現できると断言していますが、それはネットワークの能力の直接的な測定ではないと述べています。また、体の UTXO モデルと他のアカウントベースのモデルの違いを示し、体のでは単一のトランザクションに複数の出力があるため、多面的であると述べています。過去3年間、ハイドラの焦点は、メインネットワークの外で複雑なロジックを統合するためのミドルウェアと変わってきました。ホスキンソン氏は、また、体のがイーサリアムとビットコインに比べて優位性を持っていると述べ、設計上の決定により、体のがより適応性があるとし、カルダノの構築は厳密な使用研究、証拠に基づいていることを強調しています。彼はオンライン上の誤情報に対する苛立ちを表明し、カルダノの進捗と能力を正しく理解し表現することの重要性を強調していますということで、はい。まあ、いろいろね、誤解があるということで、まあ自分がね、そんなに詳しいところまで分かってないので、誤解というかね、どっちかというと理解不足のところが多いんだけど、はい、ちょっとね、こういうのが早く、なんていうのかな、そう、このいろんなその改善のね、その名前とかがあるんだけど、なんかその最初に出てきたときは話題になるんだけど、しばらくこう消えちゃって、また気づいた頃に、やっと実用化されてきたとかね。はい、実は消えちゃったとかね、まあいろいろあるんで、本当に難しいなと思いますね、これ新しい技術の話は。はい、では値段に戻りまして、38.71 円ですね。はい、14,012.9×38.71 で元本が10万円ですので、計算しますと、402,439円のプラスと。ということになりまして、442% のプラスです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。